1987年の長久手町中央部、図書館は左側中央の高台に建設された。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成長久手市中央図書館は愛知県長久手市の公共図書館である。1992年6月2日に長久手町中央図書館として開館した。2012年1月4日には、 愛知軍長久手町が、市政施行して、長久手市となったため、長久手市中央図書館に改称した。2016年度の図書館費は1億3067万6242円、資料購入費は1469万8854円だった。2016年度末の蔵書数は23万2457点、2016年度の 来館者数は338,342人。2016年度の貸出数は476,140点だった。愛知郡長久手町は名古屋市の東側に隣接する自治体であり、1992年時点の人口は約3万人。1992年度の当初予算は約81億円という規模だった。図書館の開館前には、 愛知学術研究開発ゾーンや名古屋東部丘陵地区新交通システムなどの大型プロジェクトが進行し、また2005年に開催されることが決定していた愛知万博の候補地となるなど目まぐるしい環境の変化があった。図書館の開館前には長くて町体育館の一室を借りて図書の貸し出しをしていた一般市民がおり、この図書室の蔵書数は約2万冊だった。 テニスやバレーボールなどの運動をした後に本を借りる利用者がよく訪れていたほか、絵本や紙芝居などの児童書も人気があった。長久手町教育委員会は図書館よりも文化会館の建設を主張していたが、21世紀を見据えた長久手町総合計画を策定するに当たっては図書館の建設に前向きな声が多く、1989年11月には、 長久手町長が長久手町幹部会に対して図書館の建設を指示した。こうして調整志向20周年記念事業の一つとして図書館が建設されることとなった。既存の町有地の中で町西部の高台にある長久手地区の日の木が根公園を建設候補地とした。1990年1月に長久手町図書館設立構想委員会を発足させると 設計コンペを行ってから、基本設計をまとめた上で、同年3月には町長に対して、答申を行っている。同年4月には、長久手町図書館設立委員会を発足させ、調整20周年の年である1991年10月の開館を目指した。1991年2月6日に着工し、1992年3月19日に、竣工した。 16億865万8万八千円の建設費が投じられている。1992年6月1日に春工式を行い、6月2日に長久手町中央図書館が開館した。結果的には目標から半年遅れることとなった。2005年に長久手町で開催された愛知万博2005年に開業した愛知高速交通東部急行線。 長く手帳体育館に併設されていた図書室時代の蔵書は2万650冊だった。1990年度には1万600冊を購入し、1991年度には1万3750冊を購入しており、図書室時代から蔵書数を約2倍に増やして図書館の開館を迎えている。開館時の蔵書数は約4万5000冊であり、 うち郷土資料は3700冊、自動書は16000冊だった。開館記念講座として、自動文学者の堀尾公平が、愛知文学散歩を古典文学者の山田氏が、万葉集を行っている。1階の一角には、善意コーナーと呼ばれる寄贈本の棚があり、このコーナーの図書を読みたい場合はカウンターを通さずに、仮、読み終わったら元の場所に戻すというシステムをとっている。 1994年6月からは雑誌の貸し出しを開始した。2002年10月には公式ウェブサイトを開設し、2003年4月にはインターネット上での予約サービスを開始した。2005年7月には広域貸し出しを開始し、瀬戸市、尾張リア市、日清市、豊田市、名古屋市名東区、森山区の住民も貸し出しが可能となった。2007年2月には、 長久手町内にある愛知医科大学図書館が周辺地域の公共図書館と共同で行う連携推進事業に参加している。愛知医科大学図書館はパスファインダーにちなんでメディカルパスと名付けた小冊子を作成し病気に関する資料やウェブサイトを紹介しているほか私立図書館からの相談にも応じている。長久手町中央図書館のほかには瀬戸市立図書館、 終わり朝日私立図書館、日清私立図書館がこの連携推進事業に参加している。2009年4月にはフランス哲学者の本田英栄太郎が館長に就任。本田は長久手町に本部を置く愛知県立大学の名誉教授であり学生部長や外国語学部長などを歴任した。それまでの館長にはいずれも長久手町職員が就任しており、本田は 初の外部投用者である。同年10月からは文庫本千5 0 0冊を集中的に購入し、2010年4月29日には800冊の文庫本コーナーを新設した。2012年1月4日には長久手町が市政施行して長久手市となり、長久手町中央図書館は長久手市中央図書館に改称した。同年4月には、 公衆無線 LAN サービスを開始した。2013年度には雑誌スポンサー制度を開始し、同年6月にはブックスタート事業を開始した。2015年5月には図書館内に喫茶店、楽譜カフェが開館した。この喫茶店は2009年に設立された NPO 法人楽譜が運営する障害者、就労支援施設である。 一般開花スペースの円形部分建物の設計を手掛けたのは名古屋市の庭英治建築事務所である。庭英治建築事務所は本図書館以前に名古屋市鶴舞中央図書館などを手掛けたことがあり、後には刈谷市藤松図書館なども手掛けている。建物の平面は円形と正方形の組み合わせであり、建物の中央部には塔が配置されている。 敷地面積は2485平方メートル、延べ床面積は4201平方メートルであり、地上2階、地下1階建ての鉄筋コンクリート構造である。1992年の開館時点では移動図書館サービスを行っていないが、将来的な運行を想定して車庫が設けられている。一階の入り口付近は吹き抜けとなっており、一階中央部にはカウンターが、 入り口から見て、右手には一般開花スペースと自動開花スペースがある。2階には特別資料閲覧室、ギャラリースペース、160人収容の AV ルーム、多目的ルームがある。内装は青色と灰色で統一されており、明るい雰囲気となるよう窓が大きく取られている。1992年の開館時の開館時間は9時から17時であり、休館日は 月曜日、第2火曜日1九日、年末年始、特別整理期間だった。開館時には、雑誌40誌と新聞6誌を購入していた。開館時の蔵書数は、図書が約4万6千冊、AV 資料が約4700点である。収蔵能力は、開花が8万冊、閉花が12万冊、合計で20万冊である。開館時の貸し出し冊数は、 図書が3冊まで、AV 資料が2点までであり、貸出期間は、図書が15日間、AV 資料が8日間であった。また考え貸出可能者は、長くて超在住、在勤、在学者のみであり、貸出冊数は3冊まで、貸出期間は15日間だったが、上記の通り2005年7月より、貸出可能資格を拡大した。 2000年度時点の東終わり地域の公立図書館で17時以降に利用できる図書館は終わり朝日市立図書館と瀬戸市立図書館のみだった。長久手町中央図書館の開館時間は9時から17時だったが会社勤めの利用者などから開館時間の延長の要望があり2000年9月には開館時間を試験的に9時から18時とした。10月は 本来の開館時間に戻し、金曜日のみ、試験的に9時から19時とした。2001年5月には、正式に平日の開館時間を9時から19時に延長し、祝日も開館することとした。1992年の開館時の最寄り駅は、名古屋市営地下鉄東山線藤ヶ丘駅であり、藤ヶ丘駅から名鉄バスに乗って、 西長久手バス停で下車した後20分歩く必要があった。愛知万博が開催された2005年には、藤ヶ丘駅から長久手町内を横断する形で、愛知高速交通東部丘陵線が開通し、東部丘陵線はなみずき通り駅が図書館の最寄り駅となった。図書館駐車場は、建物同士基地内に3カ所と、やや離れた場所に3カ所が点在する。 図書館駐車場が満車の場合は図書館通りを挟んだ向かいにある長久手市文化の家駐車場を利用する様に案内している。自転車、バイク駐輪場は建物南の向かい側に存在する。ありがとうございます。